会いたないです。ここはですね、宇都宮駅に来ています。今回ですね、日光線のいろは車両の方に乗車していきたいと思います。今回乗車する日光線いろは車両は10時20分発ですね。日光線のね、ホームだけレトロ感のある感じでね、なんかとてもおしゃれで、自分大好きですよ、こういうの。ということで、宇都宮線日光線ホームにはですね、205系いろは車両が到着しました。いろは車両はですね、もともと列車1両の4ドア車両だったんですが、中ほどのドア2両を削って1両2ドアとなっています。こんな感じですね。先ほども言ったように中ほどの2つのドアが削られているんですよ。なくなっているんですよね。もうここがもともとドアがあったところです。方向幕もですね、少しおしゃれなレトロな感じになっております。早速車内の方に入っていきましょうか。このいろは車両の座席はですね、赤茶色の座席とこの黄色や白色の花柄のちょっと可愛めな座席となっております。つり革はなんと木製でできているんですね。これはとても驚きました。この電車の、ね、窓枠の縁もね、木となっていてとてもおしゃれな感じがします。こちらは4人用ボックス席となっています。肘掛けのところは木製感のありますプラスチックとなっています。手すりや荷物棚は木製っぽい感じでしたね。まあ、いろは車両全体が木製っぽい感じでしたね。日光方面の山々へ向かっているとのことで、周辺はこのような感じで田舎や自然な感じとなっております。鹿沼駅から数分ほど走行しますと、このような感じで木々に囲まれた道を走行していきます。このようなのは都会ではね、体験できないことなので、とても楽しかったですね。
ローカル線の面白い魅力はですね、ジョイント音が聞けるということですよね。最近で都会ではなかなか聞けなくなってしまいましたから。まもなく下月大沢、下月大沢です。出口は左側です。いろは車両の乗車率はまあまあ高く、ボックス席はだいたい埋まっている感じでしたね。今市駅は東武下今市駅から15分ほど離れているにもかかわらず、乗り換え客が多いので、今市駅の乗り換え案内には東武線の表記がありますね。こちらに見えています山は男体山と女峰山となっておりまして、華厳の滝中禅寺湖が近くにある山となっています。日光までやってまいりました。いや、ね、とても快適に過ごせましたね。本当に205系なんでしょうかっていう感じですよ。皆さんもぜひ、ね、日光に行く際はこのいろは車両で行ってみてはいかがでしょうか。ではね、今回もこちらで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。ぜひ、ね、チャンネル登録の方もお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。